はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日は私が任せられている花壇上下2つあるんですけれども、こちらのですね、畑、舞畑ののり面とあぜをと草刈りしていこうと思います。もう何しろですね、もうあっという間に草がどんどん伸び始めていて、もうみるみるなんかね、草丈がもう長いもので30センチ近くなっているので、ちょっとここで一回切っておかないと草の勢いに負けてしまいますのでね、今日は私草刈り頑張ってみようと思います。よろしかったら最後までのご視聴よろしくお願いいたします。草切り頑張りたいと思います。今日ですね、午前中は地元の長谷尾色の通水作業があって、それを撮影に一緒に同行してたんですけれども、やっぱり通水は何回見ても感動しますね。あれだけの長い長い道のりをね、こう水がずっと渡ってくるわけですから、本当に古の皆様の本当努力をしのぐ、そういった時間にもなりますし、今それを一生懸命保存して保持している方たちの、地元の方たちのご尽力にも頭が下がります。ということでですね、水の音をこう聞きながら、流れる水の音がちょっと耳に入ってくるんですけども、その音を聞きながら草刈り始めたいと思います。それではですね、今日はこの弊社のガッツエアアシストライトを使って草刈りやっていきたいと思います。このガッツエアアシストライトなんですけど、こう土に触れるともう耕すぐらいにガーってなるんですね。だから私みたいにまだまだ下手っぴは、草と土のどこら辺までを当てたらいいのかがいまいちよく分かってなくて、今かなり土や竹とか石とかにも当たったんですけど、もうびくともしてなくて、まだまだいけそうなので、もうちょっとやっていきたいと思います。はい、今ですね、のり面を張ってきてるんですけど、やっぱり足が
私の場合は長靴でやっているので滑りますね。で特に今ですね、これですね、なんか私たちこれ子供の頃葉っぱの中にくるまれている白い時になんか食べたりしてた記憶があるんですけど、これですね、これが割とふわふわで滑るんです。踏んだらこう、これはやっぱりのり面はスパイク地下足袋みたいなストッパーの効くものが足裏にないとズルズルっていきますね。まあ、私がやってるところはあまりそこまでね大岸ではないのでそこまではないですが、まあ、それでもこれくらいの傾斜はあるので、まあ、危なくはないけど滑りますね。それには気をつけないとと思いました。あれだけですね、私下手っぴーでもう石とかいろんな土とかにガスガス当たったんですけど、今のとこまだナイロンコードこんな感じでご健在。もうちょっと、まあ、あと少しなので最後までいけるかなっていう感じがします。
はい、決していい切り方とは言えませんけれども、とりあえず切りました。もう半分以上短くなったので、まあ今日1回のこの草刈りでだいたい1本使いましたっていう感じですかね。ちょっと私の荒仕事を確認してみましょう。とりあえずですね、この糊面ですね、石を買ってみました。今日は買ったところです。今ロックガーデンとして花壇化しようとしているところはこんな感じですね。周りちょっと買っては見たんですけれども、藤鶴がすごくて、この藤鶴があるのでちょっと藤鶴をカットしてからじゃないとこの周辺はねちょっと枯れないかなっていう感じですね。でこちらまだ奥があるんですね。結構な奥あるんですよ。あとね4つか5つはねロックガーデンサークルできそうなんですけど、とりあえず大きい岩のあるところまで今日は刈りました。まあ刈り方としてはですね、虎刈り、もう本当に村のある刈り方ではあるんですけど、とりあえず草が生えてるよりはいいかなっていう感じですね。ということで、やっぱり草刈りっていうのは何回もこうやって感覚が戻ってくるものだなと思いました。時々やるぐらいじゃなかなか上達しないもんですね。そう考えれば、まあ、師匠社長はもう毎日のようにやってるので、やはり綺麗に刈りますもんね。もう年季が違います。比べ物にはなりません私。でもとりあえず草がなくなったかなっていうような状態にはなっておりますので、まあ、これでしばらくこちらは、あと私ブルーベリー畑も任されているので、そちらの方もですねおいおい買っていきたいと思います。最後までのご視聴本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。りょうたまでした。バイバイ。